よし、じゃあ始めるぞ。このコースは距離が長い分、タフな走りが要求されるぞ。中心にそびえ立つ巨大なループ、パワーとスピードで突破しよう。頼んだぜ、俺のゴーレムタイガー。立ちはだかるライバルはなんとポケサーでの勝率8割。これは強敵だ。注目のカズマくんは黄色レーンだ。みんなスタンバイしているな。出遅れるなよ。みんな位置につけ。少し出遅れたか。よし、ポケサーなら計画上も大歓迎だ。おっと、カズマくん抜いた。カズマくんのマシンが抜かれてしまった。あっと、ここでカズマくんのマシンが注意を。安定した着地でカズマくん華麗にクリア。そろそろ勝てるかな。調子いいかも。何が起こるかわからないのがポケサーだ。このままカズマくんのマシンがフルスロットルだ。キャプテンへのブーストだ。これからどんな展開が待つ。おっと、ついにカズマくんがトップ。止められない。みんなのカスタマイズが光っている。おっと、カズマくんのマシン首位陥落。レースも後半戦に突入。なかなかやるな。さあ、先に踊り出たのはなんと全開でいくぜ。アクセル全開、猛烈な追い上げだ。いけるぞ。足元を救われるなよ。強いぞ。君を許さない。早い。勝てるかな。嵐の前の静けさなのか。マジやん。なかなかやるな。駆け抜けろ。カズマ君のマシン豪快な走りで一回転だ。安定して押してカズマ君華麗にクリア。順調順調。いよいよファイナルラップだ。負けちゃうよ。ポケサーなら下克上もトップでゴール。おめでとう。負けちゃうよ。カズマ君が大会の優勝者。ふん、俺の勝ちだー。